ラモトリギンは抗転換薬の一つである。また、双極性障害の気分は安定薬としても処方される。日本では2008年よりグラクソスミスクラインにより商品名ラミクタールで販売され、適応は抗転換薬として、また双極性障害の気分エピソードの抑制である。薬受法による劇薬及び処方箋医薬,薬品である。副作用として重篤な薬診による 皮膚症状があり、2015年2月には皮膚障害による死亡例を受けて、厚生労働省から安全性速報が出された。英国国立医療技術評価機構ガイドラインでは、児童青年及び成人の転換初回発症について、カルバマゼピンと並び第一選択薬として推奨している。海外では、双極性障害に対して一時は、 1> 第1選択役であったが2008年の出版バイアスの調査により急性のエピソードやラピッドサイクルに有効性が見られなかった。急性期に対する有効性や安全性は確立されていない。日本での使用上の注意には双極性障害の急性期の有効性と安全性は確立されていないと記載されている。日本うつ病学会による 総局性障害の診療ガイドラインは、スティーブンス・ジョンソン症候群など皮膚症候群に注意し、少量からの全臓の推奨に言及している。うつ病エピソードでは、リチウム、クエチアピン、オランザピンと同じく推奨されるに分類され、ラモトリギウには有効と無効の報告があり、無効の報告を解析すると重症では有効であった。維持期では、 最も推奨されるリチウムに続いて、いくつかの推奨される薬剤の一つである。総局、痛型障害の維持期では、証拠が少なく、薬物療法が考慮されるのは頻回かつ、重症のうつ病や、I 型の家族歴などが考えられ、ケースによる。適応外使用として、神経痛に対し、NA チャンネルを抑制することにより、神経膜を安定させ、 グルタミン酸などの興奮性神経伝達物質の有利を抑え、後継連作用を示すと考えられている。なお、双極性障害に対して効果を示す基準は明らかになっていない。経連動物モデルにおいて後継連作用が示されている。後継連作用はフェニトインやジアゼパムに比べ高いとされる。ラミクタール 25mg ラミクタール 100mg グラクソスミスクライン株式会社。日本では、100mg と 25mg、小児用2 5 m g と 2mg が販売されている。ラモトリギンは、グルクロン酸方合を受け代謝されるため、バルプロ酸ナトリウムなど、この代謝の阻害作用のある医薬品と併用された場合には、容量は変わってくる。その他抗転換薬との併用により、投薬量、全増量が異なる。 医師の指示の下で服薬する。血中濃度を保つ必要があるため、定期的に服薬する必要がある。急激な増量を行うと重篤な副作用を起こしやすいとされているため、徐々に増量することが好ましい。重篤な副作用として薬診による皮膚障害があり、皮膚粘膜がん症候群、中毒性表皮膚症、薬剤性過敏症症候群が起こることがある。 2012年1月には医薬品医療機器総合機構より容量の多い場合に皮膚障害の副作用が発症しやすくなるため容量遵守についての注意喚起がなされた。日本での統計では皮膚症状の発生頻度は副容量を遵守した場合に2.9%承認された容量より多い場合には10.4%であった。バルプロ酸 またはフルボキサミン使用例にラモトリギンを追加投与する際、添付文書上は 25mg 確実、または 25mg 日と定められているが、50mg 日から開始したために、薬剤性過敏症症候群をきたし死亡した症例が報告されている。2014年内にラモトリギンを服用していた4人が、重度の皮膚障害を発症した後に死亡したことが判明した。 適正量を超えて医療機関から処方された薬を服用したと見られており、皮膚障害が出た後も投薬が続けられていた。2015年2月4日には、皮膚障害による死亡例を受けて、厚生労働省から安全性速報が出され、要領遵守の警告を含む要添付文書が改定された。2015年4月20日、日本うつ病学会、日本神経精神薬理学会、 日本臨床精神神経薬理学会の理事長は、連名で声明を行い、医師に対して、ラモトリギンの効果と安全性、特に皮膚症状について患者に説明し、同意を得て、容量と投与間隔、併用薬を確認するようお願いしている。なお、容量が守られなかった場合には、プムダによる、医薬品副作用被害救済制度は適用されない。 薬物相互作用を起こす医薬品も多く、併用により重篤な副作用が出やすくなるため注意が必要である。重篤な副作用その他副作用高齢者では生理機能が低下しているため慎重投与が必要である。2008年アメリカ食品医薬品局は199の二重号検試験を分析しデータに用いられた24週間では 高天換薬服用時の自殺燃料や自殺機とが2倍に高まることを警告した。2009年4月23日以降、認可されたすべての高天換薬に警告表示が追加された。日本でも自殺機との起用や自殺燃料を有する場合に注意書きがある。妊娠中の投与に関する安全性が認められていない。海外での調査において妊婦の服用により、 大規系発現リスクの増加は認められてはいないが、慎重投与が必要である。授乳中の婦人には、投薬中は授乳を避けること。ありがとうございます。